皆さんこんにちは、水越美里です。2023年一発目の動画となります。皆さん明けましておめでとうございます。また今年もよろしくお願いします。本日はですね、早速なんですけれども、2023年春コスメレビューということで動画を撮っていきたいと思います。はい、それでは早速スタート。はい、それでは早速いきます。まずこちら、ショート動画ではすでに紹介しましたが、エトヴォスミネラルクラッシーシャドウモーニングクルーズです。これは限定発売の商品になります。ほんと毎回なんですけど、エトヴォスのアイシャドウ全部配色がですね、ちょっと癖がある可愛さなんですよね。他にはないような感じなんだけど、でもめちゃくちゃ可愛いみたいな。今回もそれでした。特徴としてはこの2つはちょっとピンク系で、ここがオレンジで、これがちょっとパンチ効いてるミントカラーなんですけど、意外とですね、アクセントにするとそんなに奇抜さはないです。まあ全面に使うと結構華やかな感じはあると思うんですけど、なのでポイントにしてもいいし、まあ、使わなくてこの3色でも全然可愛いし、ピンクだけとかちょっとオレンジ強めとか、いろいろやり方があります。エトヴォスは、まあ、3月くらいにですね、ファンデーションも発売になるんですよ。今日それ使ってるんですけど、まあ、ちょっと先なのでまた別のまとめレビューの時とかに紹介したいと思います。手に出してみるとこんな感じです。まあ見たまま8色なんですけど、このオレンジの部分だけ少しマットっぽくて、あとは割とラメとかパールっぽいようなキラッとした質感になっています。他の塗り方も見たいという方はぜひショート動画の方もご覧いただけたらと思います。まあ主にピンクっぽくするのか、オレンジっぽくするのか、両方使うのかかなって思いますけどね。ぶっちゃけこの色だけ単色でも可愛いですよね。透明感って感じ。全体に重ねていきます。なんかこれが入ると急にね、爽やかな感じがやっぱり出ますね。すがすがしい感じになります。モーニングクルーズのモーニングって感じの色がします。はい、塗れました。こんな感じになってます。やっぱり可愛いですよね。めちゃくちゃオレンジニュアンスなんだけど、でもピンクもあるみたいな、絶妙どっちみたいな、そういう色がね、やっぱり表現するのが上手だなって思います。両方いい感じに使うとこんな仕上がりです。離れてみてもこんなイメージです。ややカラーメイク感はやっぱりあると思うんですけど、オレンジもそんなにこう強いオレンジじゃなくて、ちょっとブラウン要素もあるので、意外と落ち着いた感じに仕上げることもできます。ちょっとこう色のあるメイクなんですけど、派手すぎずに大人とかも使いやすいような配色になってます。間違いないです。今期もアイシャドウが豊作なので、ちょっと次に行きます。こちらセルヴォークバティックアイパレットの07番です。こちらは定番品ですね。まあ見ていただいた通り、ちょっとピンク系の仕上がりになります。こちらに関しては結構ですね、マットなんですよ、全体的に。でもすごく肌に吸い付くようなマットをしていて、本当に粉感がないです。こことここだけややちょっとパールっぽいんですけど、本当に控えめです。かなり質感としては落ち着いてます。ちょっと迷いますけどね、まずこれからいきます。ベースっぽくこう全体に仕込みます。ベージュではなくって少しピンクがかってます。新作発表会で聞いたんですけど、ピンク系とかはこういうちょっと明るい感じのとかは、目頭側に入れると腫れぼったく見えたりするのを防いでくれるらしいです。目頭側に入れていきます。こんな感じです。この辺に今塗ってます。あ、可愛い。こちらのちょっとブラウン系で、これなんかグレージュっぽいというんでしょうか、そんなに濃い感じのブラウンじゃないですね。目尻側に行きます。ちょっとかぶせつつこちらにも。本当に飛ぶ感じがしないマットです。少しだけこうアイラインっぽく入れていきます。はい、こちらも塗れました。こんな感じです。やっぱり仕上がりとしてはちょっとピンクっぽさがしっかり出てると思います。ちなみにエトヴォスと比べてみても、やっぱりこちらの方がちょっとオレンジっぽさありますよね。よりカラーメイクっぽい感じ出ますね。遠くから見てもしっかり色わかると思います。まあ、ここの手でも見てもらった通り、色はやっぱり結構ピンクとかレッドブラウンとか色って感じなんですよ。だけど発色がマットで、しかもそんなにゴンと色がのる感じじゃない、ちょっと
と透け感のあるマットなので、印象としてはやっぱり強すぎない感じに仕上がるなと思いました。遠くから見てもちょっとエトボスの方が光沢感があってキラッツヤッとする感じで、セルウォークの方がその質感自体は控えめに思います。だからもうほんと好みですけど、こっちもまあ可愛いですよね。しっかりピンク感楽しみたいなら断然セルウォークで、しかもこんなに割と鮮やかなピンク色をアイメイクに馴染ませて取り入れるのも結構難しいので、それをこのパレットならあまり抵抗なく使えるかなと思いました。すごく可愛いです。まあ正直ほんとどっちも良さがあって選べないっていう感じはします。はい、まだアイシャドウあります。次こちら、これも限定ですね。キャンメイクシルキースフレアイズマットタイプの6番、1月の下旬頃限定発売です。一言で言うならば、まあ、ピンクグレージュになります。ちょっと似たのがないかなと思って見つけたのがこちらが、マットタイプじゃないんですけどシルキースフライズの6番、そっくりではないけどちょっと系統近いかなと思います。だったりとかマットタイプの2番ですけどと比べるともう少し色が落ち着いてますよね。グレーっぽさが強くてピンク感が少なめになってますっていう感じの色です。手に出してみました。今回のカラーがこちらの M06 番、さっき似てるかもって言った普通の6番とマットの2番です。こう比べてみると6番ほど紫っぽくなくて、ちょっとやっぱ M6 の方がピンク強いですね。でも M の2と比べるとここまでのピンクっぽい明るさはないような感じなので、まあこの2つ混ぜたような仕上がりが今回の限定色かなと思います。そんなにピンクも強くないし、かといってグレーっぽさもまあ強くはないけど、まあややくすんだ感じのピンクベージュかなと思います。ちょっとでもこことここ似てるので差が出るのかなってのはちょっと思いましたね。まず全体にいきます。色は結構まだナチュラルです。で次がこちら、この感じならいい具合にグラデーションになってくれそうな感じもしますね。ちょっとさっきより狭めに塗っていきます。いい感じにちょっとだけ濃くなりました。めちゃくちゃちょうどいいかも。差が出ないかなって思ったけど、それがまた良かった。ほんのりピンクのまぶたになってきましたね。でもピンクすぎない。こちらでちょっと湿っぽく際に使っていきます。とは言ってもこれも濃すぎないです。涙袋にキラキラを出していきます。このキラキラも結構繊細です。仕上がりました。こんな感じです。結構ね、ナチュラル仕上がりですね。発色はちょっと控えめなので、とはいえ最近ですね割と控えめアイシャドウのブームも来てるなっていう気がするので、トレンドな感じの仕上がりなのかなと思います。ただまあ発色させるのが好きっていう方からするとちょっと物足りないかもです。でも遠くから見た時にこっちまだ塗ってないんですけど違いは全然わかるので、やっぱこれぐらいがいいっていう方も多いんじゃないかなと思います。発色がナチュラルだからこそピンクっぽさはあるんですけど、やっぱそんな強くないです。今日使ってきたエトボスセルボークと比べても一番ナチュラルで、よりこうベーシックな見え方をするかなと思いました。でも茶色じゃないよみたいな、そんな感じです。オンでもオフでもどっちでも使えそうなアイシャドウですね。あとはですね、こちらこれセザンヌなんですけど、グローリキッドライナームーンベージュ使っていきます。こういう感じでちょっと筆っぽい先になっていて、こういう感じでリキッドがつくんですよ。キラキラっとしたリキッドが、こっちが1、こっちが2で、この今使った方が新しく出るカラーです。もともとあったのがちょっと白っぽかったんですけど、ピンクベージュっぽくなりました。でもよく見るとピンクっていうか、まあゴールドっぽい感じかもです。こういう感じで伸ばすとちょっと薄い全体のキラキラとしても使えます。今仕上げたアイメイクに使ってみます。グリッターみたいにギラッとならないので、こういうちょっとキラキラした強調したメイクしたいんだけどやりすぎ感出したくないっていう方にすごいぴったりです。わかります？こんな感じです。ちょっとキラッと足されましたよね。でもなんかアイシャドウのパールを使ったくらいの本当に控えめなキラキラ感です。離れても結構自然な感じになります。あとこれもう発売になってるかもですね。動画の時はキャンメイクの3ウェイスリムアイルージュライナー、涙袋の影で私がすごく愛用してたやつに新しいから3
番が登場しています。こういう感じの、まあ、リキッドアイライナーのような形状しているんですけど、色が簡単に言うと薄ピンクなんですね。なのでこういう影に使うとクマっぽくならずに涙袋をぷっくり見せてくれたりとかっていうアイテムなんですけど、ちょっと今近しいものを出してみました。今回のカラーがこの3番、比べてもやっぱちょっとねピンク感強くて青みっぽいんですよ。それが特徴になっていて、キャンメイクの同じシリーズの1番と比べると結構違いがあります。でセザンヌの影用ピンクっていう同じような商品があるんですけど、それと比べても青みが強くなっています。一番色しっかり出るかなと思いますね。いつもの使い方で言うのであればここに引くんですけど、ちょっとやってみます。わかります？ちょっとぷっくりしたのが、いつものやり方だとまあこんな感じになっていて、例えばそれを1番とかで使うとこういう感じなんですけど、どうですかね、違いが伝わりますかね。肉眼で見ても正直ここまで薄いのでちょっと分かりにくいですね。違いとしては肌の色が割と青白っぽい感じの方とかだったらやっぱりこの3番の方が馴染むんでしょうか。私だったら両方全然いけちゃうって感じです。なので手元で見るとちょっとピンク強いかな、青み強いかなって思うんですけど、全然馴染むし、まあ、使いやすいカラーになってました。そしてまだアイシャドウがあるんです。こちらも限定なんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、ゲランのオンブルジェ770、これも1月2日発売限定です。あの色も可愛いんですけど、パケベロア生地になっていて、なんか柄もついていてめちゃくちゃおしゃれです。お値段結構するのであれですけど、まあ、高級感はすごくありますね。もう全体もゴールドになっています。またまたピンク系なんですけど、ここに黄色が入っていて、この黄色がねまたいいんですよ。ちなみに手に出してみるとこんな感じです。これは目頭側に入れていきます。色としても乗るんですけど、それよりかはちょっとこうラメが黄色く光るような感じで実際は見えています。そんなにめちゃくちゃ黄色の粉みたいな感じにはなんないですね。こっち側に塗っていきます。下まぶたもまあ同じような感じでいきますね。これまたちょっと締めっぽく使っていきます。はい、仕上がりがこんな感じです。なんかこれ意外な仕上がりじゃないですか。まずこのパレット見た時、可愛いけどちょっと濃そうって思ったんですよ。それなのに塗ってみるとめちゃくちゃ春っぽくて、ちょっとこの淡さみたいなのもあるんだっていう印象だったんですね。なのでちょっとギャップがあったんですけど、本当にそれがいい意味で、むしろこっちの感じの仕上がりの方が私は好きだったので、またこれにちょっとときめいてしまったんですけど、すごく可愛いです。ちゃんと黄色もありながらこっち側のピンク色も伝わると思います。ルナソルの13番でしたっけ、ピンクと黄色のパレットとかもあったり、そのピンクと黄色はもう合うっていうのは分かっていたんですけど、改めてやっぱり可愛かったですね。けど淡いだけじゃなくて、この辺り使ってしっかり締めれるところもいいかなと思うので、特にちょっと限定っていうのもあるので、気になってる方はお早めにチェックしてみてください。次こちら、またセザンヌからですけど、私のベスコスにも入れた耐久カールマスカラの新しいカラーがハンズとプラザとロフトで1月中旬に先行発売みたいです。それ逃すと一般的には3月発売になっちゃうみたいですね。まあ、こういう感じのちょっとバーガンディ系のカラーになるので、これも使っていきます。ちょっと目元はゲランに変えました。マスカラ塗っていきます。このマスカラはですね、カールキープ力が高くて、で仕上がりも結構繊細でも漏れるみたいな仕上がりなんですけど、あのお湯とかでは落ちないので、しっかりクレンジングかスッと落としたかったらリムーバーがあった方がいいと思います。で繊維が入っているので結構しっかり長さも出るし、今回使った色ちょっと赤紫のようなカラーだったんですけど、やっぱり普段黒使ってる身からすると意外と色しっかり出るなって思うんですけど、でもそれでもなんか抜け感がある色じゃないので、ちゃんとこのまつげの存在感が残ってくれます。多分角度つけた方が色は分かりやすいですよね。こういう感じです。黒と赤紫みたいなカラーをしています。ちょっとおしゃれ感出ますね。とこういうちょっとピンク味とかのあるシャドウの時にめちゃくちゃ合います。
それでは次、こちら RMK のインジニアスパウダーチーク EX22 番、こちらも限定になっているんですけれども、可愛い色でローズフレスコっていう名前なんですけど、こんな感じの、多分皆さん好きですよね、この色。私も好きです。少しパールっぽさがあるので、光に反射するとつるっとサテンっぽいような光沢感が出ます。絶対皆さん好きですよね、この色。知らないけどではでは使ってみます。うわ、これは好きですよ、きっと皆さん。さっきからみんなが好きしか言ってないですけど、情報。こういう感じですね。ちょっと待ってください。光を落とします。そうすると分かりやすい気がする。可愛くないですか？わかります？やっぱりちょっとね、ツヤ感出ます。これは好きですね。何が近いでしょうか、持ってるので言うと。まあ、これかなと思いました。スックの私のベスコスに選んだメルティングパウダーブラッシュ9番。まあ、これに似てるならそりゃ好きだよっていう感じしますけど、RMK の方が光沢感、ツヤツヤ感が強いです。手に出してみるとこんな感じです。で、RMK の方がちょっとだけ色濃いんですけど、まあ、これはさじ加減もあるので、色の系統としてはすごく似ているような感じです。だから好きなんですね。なので、まあ、ローズフレスコって名前ついてるんですけど、ベージュ系のチークになりますね。ちょっとベージュなんだけど血色がない感じじゃなくて、ちゃんと温かみもあるカラーになってて華やかに見えます。でも他のメイクを邪魔しないようなカラーです。あ、これは私はすごい好きです。こっちもアレ向けになってきます。スックのカレンザキ9番、結構人気で買えなかったりするので、買えないって方はこっち買うのもいいと思うし、アレ向けはちょっと売り切れちゃったらスックがまだ望みがあるっていうような感じにもなりますね。結構でもツヤ感は RMK しっかり出るので魅力に思えます。人によると思うんですけど、ほっぺたにツヤがあった方が映える人と、マットな方が映える人といる気がするんですよね。私も結構ツヤが欲しいタイプなのですごく好きです。これ超可愛くないですか。ちょっとピンクなんですよね。可愛いです。そしてリップも豊作なんですよ。こちら定番と限定と両方あります。 RMK のザ・マットリップカラーです。こういうスティックタイプのリップが RMK から出てるんですけど、少し前、去年ですね、にこういうのが出てます。めっちゃ似てるんですけど、こちらはザ・リップカラーです。なので、まあ、マットタイプが出たようなイメージですね。質感に関してはこちらが既存であったもので、こちらがマットタイプです。やっぱり手の上で見てもこうちょっとツヤっと光沢があるのが分かりますね、既存のは。こちらもすごい滑らかなんですけど、やっぱ表面は少しマット感が分かりますっていうものが発売になってます。私も気になる色ピックアップしたので紹介していきます。こちら5色選びました。まず EX01、 これ限定です。あとは1248を選んだんですけど、どうでしょうか。全部可愛いですよね。ちょっと塗ってきます。まずは EX01 の限定から。はい、こんな感じです。可愛いっていうか、もうおしゃれですね。これは結構オレンジ強めのテラコッタっぽいカラーになっています。で、質感は割としっかりマットです。しっとりしてるちゃしてるけど、でも仕上がりはしっかりマットです。ちょっとオーバーに塗ってます。で、引きで見るとこんな感じ、なんかまあおしゃ顔になります。ちなみに写りはこれ見たら多分伝わると思うんですけど、ほとんどないんですよね。なんでそれくらいしっかりこうベタつきのないような仕上がりになるリップですね。こういう感じの色と、そして1番、このカラーはこんな感じです。このカラーは私の素の唇の色とめちゃくちゃ似てました。なので全然こう違和感ない仕上がりになりました。ちょっとびっくりするぐらい本当自分の唇の色に似てたので、かなりナチュラルなカラーになってます。ピンクベージュっぽいですかね、例えるなら。さっきよりもなんかメイクとしてはちょっと馴染んでるような感じがあると思います。次が2番です。こちらはこんな感じです。これはさっきの1番と結構似てると思うんですけど、顔で見るとちょっと印象が違うの伝わりますかね。先ほどみたいにその唇の色にすごく近いんですけど、ちょっとローズっぽさ、若干青みピンクっぽい感じを足しているので、印象もちょっと大人っぽくなったかなと思います。ここで見ていただいても似てるんだけど、少しローズ感が強いのが1よりも伝わりますかね。微妙に違いますけど、本当にあの素の唇シリーズって感じです、色としては。はい、次が4番なんですけれども、これちょっとさっきと比べると濃い感じのカラーになります。仕上がりこんな感じです。やっぱこういう色はこういう色で可愛いですよね。割と華やかめなピンクでベリーっぽい感じのカラーに思います。ピンクベージュとかではないピンクですね。
ね。でも思い返すと今日のメイクって割とこうベージュヌーディーだったりとか、目元も色そんなに濃くないので、こういう風に唇にポイントがあってもすごく合います。私は割とイエベなタイプの人間なんですけど、イエベさんブルベさんでもどっちもいけそうなカラーじゃないですか。可愛いです。そしてこちら8番です。また印象を変えてレッドブラウン系を選んでみました。塗ってみるとこんな感じになります。思った通り本当にレッドブラウンなんですけど、ブラウンもまあもちろんあるんですけど、ちょっとレッドの方が強い感じはするかなと思いました。これも私的にはすごく使いやすくて、どっちかというとこう秋冬っぽさを感じるカラーでした、私的には。けど顔全体がパッと華やかになる感じあるので、全然このもちろん春に使っても可愛い色です。どうですか、総じて。私的にはちょっとやっぱ1番結構惹かれるなと思ったんですけど、あの定番の方の1番です。皆さん的に気になるカラーありましたか？そしてリップはまだあるんですよ、豊作なので。はい、そしたら次のリップがこちら、セザンヌウォータリーティントリップ P1 というのが発売されます。今までのってまあ01とか M01 とかだったんですけど、 P はあのパール入りになりますね。こちらなんですけれども、パール感が伝わりますかね。結構肉眼で見るとゴールドっぽい黄身っぽいラメがキラキラしてます。さりげないというよりは割と分かりやすくパールが入ってます。 P01、 既存の1と2を並べてみました。色としては2がちょっと近いのかなっていう気もするんですけど、比べるとラメっぽいの伝わりますかね。あ、結構わかるんじゃないかな、キラキラしてます。1と2ももちろんツヤっぽい仕上がりなので反射はするんですけど、ラメっぽさはないので比較的違いがあるように思います。塗っていきます。はい、こんな感じになります。やっぱこのリップめっちゃ質感綺麗ですよね。ラメも入っているのでよりこのツヤツヤ感が演出されているように思います。ごめんなさい、すっごい近いんですけど、そんなに塗っちゃうとラメ感はわかんないかもです。ちょっとわかりますかね。でも肉眼だとすごくよく注目するとパールがわかるかなくらいですね。で、色も割といろんな方に合いそうなナチュラルなカラーになってます。中央ちょっと軽くオフするとこんな感じで、ツヤっとしてる分やや映るんですけど、まあ、そもそもティントなのでそのこっちの色がベロッとなくなったりはしないし、ラメ残ってるので意外とこのツヤツヤ感がね持続してる感じありますよね。パール入ってるリップってたまにジャリッとするやつあるんですけど、これそのジャリッと感もないので普通のリップと同じような感覚で使えると思います。はい、それでは次、これも結構話題になってたような、こちらセザンヌのリップカラーシールド、こちらも1月中旬に先行発売する商品です。唇の水分と反応してジェル膜を上に作ってくれることによってティントじゃないんだけど落ちにくいっていう処方になってるんですけど、ちょっとねリップモンスターとかと処方的には似た部分があるように思います。1番と2番のとりあえず2色展開で、1番がちょっとブラウン系で、2番がオレンジ系になってます。で、まず塗っていきますね。ちょっと見ていてほしいんですけれども、1番で一塗りします。まずこんな感じです。かなり薄付きなんですよ、1回だと。これをこうグリ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 していくと色はついていくんですけど、しっかり塗りしてもこれくらいなので結構薄付きです。で、すごくツヤっぽくてプルプルした仕上がりになります。ちょっと時間を置いてる間になんですけど、実際これちょっと1日だったりとか使ってみての感想は、落ちにくいけどめちゃくちゃ落ちにくい、びっくりみたいな、そこまでではないかなっていうのもあります。それこそリップモンスターと比較するとリップモンスターの方が落ちにくいし、かといってめちゃくちゃ落ちやすいってわけでもないみたいな感じです。ちょっと曖昧ですかね。マスクとかには結構つきやすいんですけど、うっすらと全体的に色は長持ちして持ってくれるので、ベースとかに使うのがいいのかなって思ったりはしました。もうちょっと時間を置いてティッシュオフしてみます。ではでは、ちょっとオフしてみます。こんな感じです。多少は映りますよね、やっぱり。で、色はこんな感じ。ちょっとやっぱね、取れるは取れるかなっていうのと、とはいえまあゼロになったわけではないかなっていうのも思います。けどティントではなくてツヤのリップって思うとすごい落ちにくいと思います。2番も塗りますね。こんな感じです。グリグリと塗ると色はしっかり出てきます。はい、そしてこれも紹介したかったんです。セルヴォークのアラウズリップス3番のネオテラコッタというカラーで、こちらですね1個に見えるんですけど、実はリフィル式になってるのでケースを別で買うものになってます。セルヴォークって意外とマットなリップだったりとか、まあグロスはあったかなと思うんですけど、こういうツヤっぽい感じのリップなくて、今回リップバームのようなものですごく透けてツヤが
出るものなんですけど、ちょっとね新しいっていうことでした。3番の色味こんな感じです。一応春コスメとはいえまだ寒くて結構唇とか乾燥するので、こういうの結構ありがたいですよね。ちょっと使っていきます。はい、色味はこんな感じです。結構しっかり発色するんですけど、かなりですね塗ってる時も太陽でちょっととろけて色づいていくような感じ、オイルがじゅわーっと溶け出すような感じで塗ることができて、質感もこんな風にグロスほどのツヤツヤじゃないんですけど、プルプルっとしたような仕上がりになります。あ、乾燥しにくいです。商品説明見ると、唇をほんのり染め上げプランプ効果でふっくらボリュームのある唇にと書いてあって、想像するようなスースーする感覚はないんですけど、でもリップの中で思うとちょっとですねスッとする感じあります。全然ディオールのリッププランパーみたいな感じじゃないんですけど、ややリップクリーム塗ったみたいな感じのスッと感があります。落ちにくいとかではないんですけど、一応オフするとこんな感じである程度やっぱり映りますけど、意外とこっちはいてくれますね。でまた塗り重ねても全然こうガサッとしないのすごくいいところなので、まあ、落ちにくさよりもいたわりたい方が重視だったりとか、ちょっと調子悪いなっていう時に使いたいものを探してるとかっていう方におすすめです。色味めちゃくちゃ可愛いです。オレンジそんな強すぎないですけど、セルボークらしいようなカラーになってます。最後またリップで締めたいと思います。これもちょっと可愛いと思ってしまったんですけれども、ポール&ジョーのリップスティックで猫ちゃんケースを使っております。いっぱい猫ちゃんがいます。でまあリフィルは好きに選べるんですけど、今回5番にしてて、5番も可愛いんですよ。ちょっとコーラルピンクっぽいようなまさに春な色を選んでみました。こんな感じで結構これはしっとりツヤ系になっています。そう思うとあれですね、もう私が選んだ色がっていう思った方がいいのかな、オレンジブラウンっぽい色が春だけの多かったなと思って、いや多分私が選んだ色がそういう色だったんですねはい、ちょっとじゃあ5番いきます。はい、こんな感じです。やっぱ可愛いですね、こういうコーラルピンクは春は外せないカラーですね。印象としてもかなりなんかこうちょっと清楚なカラーになるので、どんなシーンでも使えるかなと思います。ピンクなんですけど、ちょっとこうどちらかというと黄身っぽい感じのピンク色になりますかね。優しい感じの印象にしたい方とかぜひ使ってみてほしいです。可愛いですね。ちょっとリップ本当に多すぎて迷いますね。ちょっとオフしてなかったのでオフしてみます。これも映りそう、普通にやっぱり結構写りはありますね。なので落ちにくいとかじゃないけど、まあ可愛いです。はい、ということで本日は2023年春コスメレビューということで動画を撮っていきました。気になるものがあればぜひチェックしてみてください。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。